マシ隆之は、元プロ野球選手、社会人野球選手。報道などで、名字を増シと表記する場合もある。ジップが社会人野球、新日本製鉄室蘭の選手だったことから、同社の製鉄所がある北海道室蘭市で出生。その後1歳の時に、父親が新日本製鉄機密製鉄所へ転勤となり、これに伴って、家族で千葉県機密市へ転居した。 小学5年生の時に小安クラブで野球をスタート。中学生時代には、君津リトル氏に会え、所属2年生の時から投手へ専念した。東海大防洋高校への進学後は、1年生の秋から公式戦へのベンチ登録を果たすと、控え投手として、チームの千葉県大会ベスト8進出に貢献した。2年生の夏には、チームが、 東千葉大会で準優勝を果たすも、真下自身には当番機会がなかった。2年生の秋からエースに定着すると、3年生の春季千葉県大会、千葉国際高校戦で20奪三振1アンダカンプと高騰。同大会では全6試合の当番で、投球回数46回4完投、1失点、防御率0.20を記録。 その後の関東大会ではチームのベスト8進出に貢献。夏の千葉県大会では4回戦でその年の優勝校、八千代東高校相手に19奪三振を記録するも9回に土壇場で追いつかれ延長12回の末に敗退。自身も春季県大会と関東大会で合計60イニング以上を投げた影響で左肩痛と腰痛に悩まされていた。 2009年10月29日のプロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸500万円で契約した。2010年9月26日、対読売ジャイアンツ戦で初登板、初先発、7回途中を4安打に失点に抑える。勝敗はつかないものの、小笠原道博からは2三振を奪うなどチームの 期待に応えるデビューとなった。2011年には、前年終盤の一軍公式戦での高騰などから、球団史上22年ぶりとなる重大投手としての、開幕ローテーション入りが期待された。実際には、20歳の誕生日3日前の4月16日に、この年初めての出場選手登録を果たしたが、一軍での先発を予定していた4月22日に、 急性の中水炎を発症して3日間の入院を余儀なくされた。結局、一軍公式戦への初登板は5月4日の対、広島東洋カープ戦まで持ち越されたものの、その試合に救援で3イニングを無失点と高騰。さらに、この年初先発になった5月10日の退去人戦で5回を1点に抑えたことで、一軍公式戦初勝利を記録した。しかし、 次の先発登板で2回以降の浮き目にあったことから、当時の一軍監督、小花隆雄が、フォームの改良を指示。この登板を境に、フォームの改造をめぐって2軍で、試行錯誤を繰り返すようになった。小花が監督を退任した2012年以降は、フォーム改造の影響で2軍生活に終始。しかし、2013年のシーズン終了後には、台湾で、 開催のアジアウィンターリーグへ参加した。2014年、久乗の,の入団に伴い、背番号を47から64に変更した。10月3日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。トライアウトを受験する、モエヌ PB 球団からのオファーはなく、その後社会人野球チーム、新日鉄住金和ンマジックに練習生として参加し、 合格した。同チームでは2年間プレーしたが、怪我が相次いで活躍できず、2016年限りで、自らの意思で現役を引退した。現在は、同社で車業についている。188センチの長身から投げ下ろす、最速時速140キロメートル台中盤の、ストレートと、縦に大きく落ちるカーブを武器にしている。2011年日軍での初勝利を挙げた、直後までは、 左肘が伸びたままバッティングマシンのように左腕を振って投げるフォームが特徴。当時の首脳陣も一軍で高投を続ける限りアーム式投法を修正しない方針であった。その直後に二軍に降格してからは急速と球位を上げるべく左肘を前に出して投げられるようなフォームへの改造に取り組んでいた。ありがとうございます。